世界の多くの国は航空能力を示すためアクロバット飛行チームを持っています。今回はその中から50チームをリストアップします。第1位、イタリア空軍フレッチェトリコローリ。世界最大の10機編成で複数の編隊が複雑に絡みながら飛ぶ、どのチームとも全く違うダイナミックな演技構成とジェット練習機をまるで曲技専用機のように自在に操るソリスタの破天荒な飛行で圧倒的な面白さです。これぞ世界最高峰のアクロバットです。第2位、イギリス空軍レッドアローズ。多数機で低空を駆け回り、難しい技を次々と畳みかける、息をつかせぬスピード感に圧倒されます。悪天候でも低空でスリル満点のアクロバット飛行を見せることも大きな特徴です。外国遠征も多く、年間100回近い桁違いの哨戒数で存在感も抜群です。第3位、フランス空軍パトルイユ・ド・フランス。流れるように大編隊を組み替える優雅な構成と、他のチームにない難しい科目もしっかりこなす技量の高さを両立しています。機体の安定感も抜群です。トリックやコケ落としではない、本物の技術を持ったテクニカルなチームです。第4位、アメリカ空軍サンダーバーズ。爆音、スピード、見た目の派手さ、とにかくアクロバットはエンターテインメント。俺たち最高と力強く押し切る問答無用の盛り上げ方は間違いなく世界ナンバーワンで、ぶっちぎりの楽しさです。世界規模の遠征もする有名チームです。第5位、アメリカ海軍ブルーエンジェルズ。見た目の派手さよりもしっかり作り込まれた手堅い内容と、密集編隊を維持して極技を行う高度な操縦技術、これぞ編隊アクロバットの真髄です。飛行時には G スーツも酸素マスクもつけない強いこだわりを持つ本物のクロート集団です。第6位、韓国空軍ブラックイーグルス。流れるようなヨーロピアンスタイルにアメリカンスタイルの轟音とスピードを融合したチームで、ショーの面白さは現時点で間違いなく世界ナンバーワンです。積極的に各国へ出向いて研究し、良いところを取り入れる勤勉さで急成長しました。第7位、日本航空自衛隊ブルーインパルス。オリジナル科目が多く、誰にでも分かりやすい面白さの中にプロをもうならせる難しい技も取り入れた演技を高い技術で正確にこなす優等生タイプです。天候に応じたバリエーションの多さや描き物がうまいなど、他国にない特徴も多く安定感抜群です。第8位、トルコ空軍ターキッシュスターズ。オーソドックスな科目と他では見ない独特な科目の組み合わせで、短期、少数編隊、多数編隊とどこを切ってもとても元気で勢いがあります。完成されたスペクタクル感にめちゃくちゃな面もあり、不思議な魅力の虜になります。第9位、ブラジル空軍エスカドリラダフマサ。プロペラ機ながら勢いのあるうまい演技構成と、それを確実にこなす高い操縦技術で世界のジェット機チームを超えるパワフルさを見せます。カーニバルなど派手な血はアクロバット飛行にも流れているようです。第9位、カナダ国防軍スノーバーズ。北米唯一のヨーロピアンスタイルチームで、機体性能も高くないため派手な演出は少なめですが、アメリカチームとの共演も多いせいか、本場ヨーロッパのチームともまた違うアグレッシブな面も見られます。第11位、スイス空軍パトルイユスイス。超音速戦闘機でスピード感満載のヨーロピアンアクロを見せる異色のチームです。2週間に1回程度の練習ながら、技量も高く、どこかおしゃれ感もあり、とても素敵なチームです。第12位、フランス民間ブライトリングジェットチーム。民間ながら軍用練習機 L39 を使い、メンバーも元空軍パイロットが多く、高度なショーを見せていました。東日本大震災後、日本に元気を届けに来てくれたことに感謝です。第13位、スペイン空軍パトルーラ・アギラ。可愛い形の飛行機でス
ピードも遅めのゆったりした黒です。ヨーロッパでは後発のチームですが、どこかユーモラスで楽しいです。7機同時着陸など驚きの技も見せます。第13位、台湾空軍サンダータイガース。観客に近く低い位置を飛ぶスリリングなショーです。綺麗に編隊を維持するなど技量の高さも見て取れます。見られる機会が少ないのがもったいないチームです。第13位、ポーランド空軍イスクリー。ポーランドは航空大国で国産練習機8機で編成されていました。機体数が揃わなくてもその時に応じて内容をうまくアレンジし、全く飽きさせないショーを行ううまいチームでした。第16位、サウジアラビア空軍サウジホークス。レッドアローズ譲りの高度なアクロバットを見せる、とにかく堅実でうまいチームです。青空に映える緑の機体が美しいです。時々ヨーロッパ遠征もします。第16位、 UAE 空軍アルフルサン。フレッチェトリコローリからアクロバットを学び、機種も同じ本格派です。オリジナル科目も多く派手な印象です。ヨーロッパやアジアへの遠征経験もあります。第18位、ロシア空軍ロシアンナイツ。似た科目の繰り返しで演技構成は淡白ですが、巨大なフランカーで編隊横転するなど技量の高さは驚異的です。スモーク代わりの大量のフレアは圧巻でした。第19位、中国空軍バーイ。長い歴史がありますが、以前は人前に出る機会が少なかったチームです。国産戦闘機 J10 になってから一般公開が増え、世界レベルまで急成長してきました。今後に期待です。第20位、インド空軍スリヤキラン。性能の高くない機体ですが、エネルギーをうまくアレンジした構成で見劣りしない見事なアクロバットを見せていました。操縦もうまく観客を楽しませる良いチームでした。第20位、スイス空軍 BC7 チーム。同国のパトルユースイスとは違う多数機の純粋なヨーロピアンスタイルで、 BC7 の高性能ぶりを存分に感じられるエキサイティングなチームです。こちらもおしゃれですね。第22位、ロシア空軍ロシアンナイツ。少し反則気味ですが、スホーイ30の機体性能に頼った科目が加わりました。やはりこの大型戦闘機での編隊曲技は圧倒的な迫力があります。第23位、韓国空軍 A37 ブラックイーグルス。横転が苦手な機種性能を補う巧みな演技構成と高い操縦技術で、とても見応えのあるチームでした。うまいという印象でした。第23位、クロアチア空軍クリラオルイエ。パワフルな PC9 でワクワクするようなスピード感あふれるアメリカンアクロを見せ、演技構成技量とも申し分なしです。外国遠征も多くアピール度の高いチームです。第25位、日本航空自衛隊 T2 ブルーインパルス。極技が苦手そうな細長い機体で、精緻なショーを完成させた演技構成と操縦技量に脱帽です。機体も大きくスピーディーで迫力がありました。第26位、ポーランド空軍オルリク。こちらもポーランドの国産練習機ですが、小型プロペラ機9機で本格的なヨーロピアンアクロを見せます。イスクリーと合わせポーランドの航空力の高さを感じます。第27位、オーストラリア空軍ルーレッツ。歴史の長いチームです。 PC9 を6機使うアメリカンスタイルはパワフルで見応え十分でした。現在はさらに強力な PC21 に転換しています。第28位、チリ空軍アルコネス。極技専用機のエクストラ300、5機の編成ですが、機体性能に頼らないしっかりした編隊アクロは好印象です。ブルーインパルスからスタークロスを取り入れています。第29位、中国空軍レッドファルコン。こちらは国産練習機 JL8 でヨーロピアンアクロを見せます。公開は少ないものの、ナショナルチームであるバーイよりも本格的でヨーロッパチームに匹敵する内容です。第30位、南アフリカ空軍シルバーファルコンズ。
アフリカでは珍しい本格チームです。 PC-7 を5機使い、安定的な運用と高度な演技で南アフリカ空軍の能力の高さが感じられます。第31位、シンガポール空軍ブラックナイツ、驚きの F-16、6機編成です。パートタイムながら歴史も長く、編成都度高度な演技を完成させる能力の高いチームです。第32位、ロシア空軍ストリジー&ロシアンナイツ、2チーム構成演技です。大きさも性能も違う機種で大編隊を組み、アクロバットまで行う技量はまさに脅威です。第32位、ラトビア民間バルチックビーズ、民間ながら軍用練習機 L-39 を使い、この地域では最高レベルだと感じる本格派です。ぐるぐるミツバチ塗装が可愛いです。第34位、フィンランド空軍ミッドナイトホークス、かつて白夜に飛んだことからこの名がつきました。科目数は少なめですが、正確な密集編隊など見どころが多いです。第35位、ヨルダン王国ロイヤルヨルダニアンファルコンズ、反艦反民のチームで極技専用機エクストラ300をうまく使います。毎年ヨーロッパ遠征もこなします。第36位、ロシア民間ルス、こちらも民間ながら L-39 を使う本格派です。大型戦闘機を使う空軍とはうまく住み分けた小回りの効いたショーを見せます。第37位、インドネシア空軍ジュピター、歴史は浅いですが、活発にこの地域の国際航空ショーにも登場します。内容も本格的で活動量も多く、さらなる成長がとても楽しみなチームです。第38位、ベルギー空軍レッドデビルズ、強豪並みいるヨーロッパで埋もれがちですが、4機できっちりとした演技を見せます。お酒やパンツを売っているお店も楽しいです。第39位、パキスタン空軍シェルディルズ、中国産練習機 K8 で本格的なアクロバットを行います。見る機会は多くないものの、時々外国遠征も行います。第40位、スウェーデン空軍チーム60、かつて大活躍したチームです。休止中ですが、一時期だけ復活しました。また戻ってきてくれることを大いに期待します。上位へ躍進すること間違いなしです。第41位、ロシア空軍ストリジー、演技構成は淡白ですが、スピード感のある見た目で、要所でフレアを盛大に投射する視覚的な面白さがあります。第42位、フランス空軍カトルーシュドゥレ、フランス空軍士官学校で運用されていたチームです。おしゃれな塗装の機体で基本的なアクロバットを見せました。第43位、インド空軍スリヤキラン、飛行性能の良いホークに機種転換しました。先代チームがとても良かったので、今後の完成が大変楽しみです。第43位、マレーシア空軍トーファンガナス、非公式チームながら主力戦闘機5機で編成され、観客の間近を飛ぶ迫力あるチームでした。第45位、セルビアスターズ、活動は短期間でしたが、 G2 ガレブを愛した飛行機エンスージアストたちが機体を博物館から蘇らせ、かつてユーゴスラビア空軍のアクロバットチームで活躍したパイロットたちが飛ばした夢のあるチームでした。第45位、日本海上自衛隊ホワイトアローズ、飛行機の基本軌道を分かりやすく見せる内容をしっかり披露する手堅いチームです。今後の活動拡大に期待です。第45位、ロシア空軍ロシアンファルコンズ、4機で基本的なアクロバットと模擬空中戦を見せる異色のチームです。大型のフランカーによるフレアも使った空中戦は大迫力です。第48位、タイ空軍ブルーフェニックス、空軍の創設100周年の際に編成されました。現在の活動は不明ですが、とてもうまかった印象です。第49位、マレーシア政府クリサクティ、国の結束を示すワンマレーシアプロジェクトの一環で、マレーシア初の公式チームとして誕生しました。現在は不明です。第50位、ロシア空軍タウリダウィングス、
新チーム編成との話でしたが、アクロバットの記録は見られず、一度国際航空ショーで通過したのみでした。いかがでしたか？どのチームも素晴らしいですね。